はい、それではですね、皆さんにご紹介の一つ目、ぜひお勧めしたいのが、こちらフルフォールスライドバーを利用したこのフルフォールシャワーです。こちら通常ですね、シャワー浴びるときはこのようにバーを移動してこう浴びることができるんですけども、通常浴びるとき少し前かがみになって浴びる形になると思います。それがこのフルフォールスライドバーを使うことによって真上からシャワーを浴びることができる、そんな機能も使うことができます。これをですね、一番上まで上げて角度を下げることで、私の頭の上からですね、こうシャワーを浴びることができるような、こんなホテルライクなシャワーの使い方ができる、これがフルフォールシャワー、そしてこのフルフォールスライドバーの一番の特徴です。こちらのフルフォールスライドバーですね、なんでこうオーバーヘッドシャワーとして頭から浴びることができるようになるかというと、実はこのバー自体が少し内側に倒れている弓なりになっているんですね。そのことによってこれをスライドすると少しずつ前にこう来るような形になっていて、これで角度を変えることでオーバーヘッド、真上からシャワーを浴びることができる、これがフルフォールスライドバーとこのオーバーヘッドシャワーです。